おはようございます。今日は長野県の長野市戸川串に来てます。長かったです。遠かったです。百名山高妻山っていうのがあるんですけど、私たちは岩登りをしに来たので戸川串山の方へ行きたいと思います。ちょっと蟻の塔渡りというちょっと難所があるんで、楽しんで気ぃつけて、ちょっと今、雨が降ってたんで、夜、ちょっと湿ってるんで、どうなのか分かんないですけど、また午後からもちょっと分かんないんで、天気が、できるだけ早く降りたいと思いますけど、頑張っていきたいと思います。あります。借りました。助かります。酒屋川遊歩道かな、行くのは。今どこ、まあ、現在地ここで、この逆さ川歩道行って、大鳥居から神社の方へ行って、でこっから戸隠山で、このまま降りてくる感じになりますね。こっち1904m。 はい、じゃあ頑張りたいと思います。さっきの池は緑が池っていうよりも池やったり、綺麗な池。1.8km、 もう遊歩道こんな感じだから、その奥車入り口まで。滑る、これ滑りそう。あ、でもないか。さっき車の温度計は5度ぐらい、ちょっと寒いです。風がないからいいんですけど、上はもしかしたら午後から雨が降るかもしれないんで、風があったらちょっとね、やっぱり寒いのは気になりますね。わ、なんか水が流れてる。おお。木道が続きます。ああ。紅葉が綺麗です。ここ右やな。右。今はスピード上げてもええで。平らな時に早行ってる方がいいかもしれない。ほぼガスガスっぽいよな、上は。
どっかから金なってんな。岡串山かね、あれ。下が。おい、枯葉に打ち取る。こんなとこ踏まれた、あんた。ほれ。あ、キンキン来てる。よいしょ。お店が出てきた。お蕎麦屋さんかな。さっきあったっけ。雨降ってるな。これは雨降ってる。ここ参道や。よいしょ。ここだね。いや、そのまんまこっち。とりあえず戸隠神社、奥屋城でいいのかな。そうそうそう、上級者向き軽装負荷って書いてあるな。目指すはこれよ。不自由者もね。ここに行くまでにさ25分、ここから元だな。あのとりあえず山登り結構あるな。お願いします。なんか今日はクマちゃんがうまいこといかへんな。いきます。約2キロやって社まで2キロ。綺麗な、綺麗な。めっちゃ綺麗。こんな感じです。え？くまちゃん、フォトジェニックする？そっか。日が照ったらな、ガスガスなの知らなくてキレキレ。これThank you.
日の方が多いかもしれんな。明日天気いいから。水滴が落ちてきてんねんな。私は杉並木だって狛犬様。そんなもんや。あ、すごいな、すごい大きいですこれ。うわー、何メーターあんねやろ。めっちゃすごいな。へー、入らへん。妙と杉みたいになってんのが上の方。気のせい？あ、違うか。え？なんて？いや、中トトロいるかもしれん。トトロいるかもしれん。トトロっておるかもしれん。いただきます。綺麗な、なんか今までこれ観光コースやからね。登山じゃないからね。ねえ、長いな。でもこの参道2キロとか書いてある。2キロ、もうなんやろ、すでに4キロぐらい歩いてんじゃんってなるんちゃう。お社ついて、ここお手洗いがあるわ。大丈夫やな、一応手洗いがあるわ。はあ、そこに、はあ、え、そうやな。はあ、ここになんか、はい、そう、はあ、まだあそこお手洗い。階段だよ。綺麗な、これは楓？何やろ、楓か。なあ、綺麗な。
お社でお参りしていきましょう。え、お社でお参りしていきましょう。お参りをしていきましょう。上まで登るってこと？あ、そこ。パワースポットだ。もう一応なん危険なお山だから挨拶だけしていきましょう。栗やな。変わった形の栗やな。なんでそっち右やな。そやな。でも そのまますぐ降りられん。無理か。ここからヘルメットかぶった方がいいんかな。わわわ、なんでなんで、すごいびちょびちょ。そこ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 から見たい。雨降ってるんで、よいしょ、高橋登山道。今何時？8時丸5。熊出没注意です。急登やね。よいしょ。雨か、もうなんやねんな今日。雨雲レーダーなんか全然出てんの。すごい、ここ
すごいキュート。おもろいな。知らん急登登ると笑けるわ。この雨のスリル、つるっていきそうやもんな。木の根っこはもうあかんなこれな、濡れたら。うーわ、何これ。すごいじゃん。よいしょ。おお、雨だけは止んでほしいな。超急と。よいよっと。よいしょ。わあ、綺麗。ああ、あれやねん、うっすら見えてんねんけど、うつらへんな。よいしょ。ああ、ツルツルや。これは飽きまへんな。今日はコンディションが悪い。よいしょ。せーの、よいしょ。うん。
っちゃ綺麗最高やな。この辺が火が当たってる。岩が滑る。いいだ。例のあれ、山の神さんの関係ないとこでフラしとくってやつ。晴れてる間に行くんやでっていう。ほら、一旦出てきた。おお、綺麗。めっちゃ綺麗よ。暑いな。あれもちょっと青空見えた。え、なになに、なになに、鷹、なに、かっこええ。なに、トンビ、なんやろ。いや違う違う、鳥やで、あれは。あの辺やで、わしか。トンビか、トンビかな。あ、もうボトボトや。あ、綺麗。最高やね。歩きにくい。滑った。いや、ほっ、いや、うわ、ずるずるや。滑るやろ。
きがいいんちゃう、あそこ。うわぁ、かっこいいのが見えてきたよ、あれさ。ほら、すごい。きれい。うわぁ。険しそう。よいしょ。すごくないこれ。いいな。多分今こんな岩肌やで、あそこ。あやさん、そこでちょっと写真俺で撮れ。ストップ。すごいです。何分か。険しそう。さっきまでの雨が嘘のように、わあそこもなんか雲海がすごい綺麗。妙義に似た感じやわ。すげえな。ずるずるや。
はあ、鎖が出てきた。滑るな。おお、大丈夫？それがこっちが正解は多分、うん、びっくりした。アリの塔渡りがどうと。靴モンベルの良かったかな。大丈夫、ほんま打ってへん。どっか痛いんじゃん。あのちょっと待った、飲み物が落ちるわ。うん、ゾッとしたで俺。濡れてなかったらな、大丈夫なんやろうけど。林道がまだ咲いてないよ。そうなの？すごい綺麗。ああ、雲がだんだん晴れてきてる。ああ